皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、完成がこれなんですけども、久々かなメイク動画になります。エチュードハウスのね、こちらの、カラーアイズ、プレイカラーアイズというピンク系の、パレットを使ったメイク動画になります。購入品紹介で紹介したものたちを使ってやってますね。まあ、無印購入品とか、これはね、セザンヌのものなんですけど、だいたいね、このパレットと、あと、まあ、チークとかも、今まで出てきたことあるかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、そういうね、ちょっと新しめなものから出したことの今までないものとかを使って、まあ、大体、ファンデーションとかもね、限られてるので同じなんですけど、まあ、とりあえず買ったものをね、使いつつ、まあ、これも春メイクに多分なると思うんですけど、まあ、それでメイクをしてみたので、よかったらご覧ください。久しぶりなメイク動画にちょっとなると思います。今回はですね、まあ、購入品紹介で紹介したものたちも使っていこうとは思っておりますが、こちらのインテグレートグレンシーのコントロールベースでベースを作ります。これね、こんな色してるんですけど、一年中使えてやっぱいいんですよね。はい、ベースを塗りました。こちらのリサージのフェイスドアップリクイドのオークルシー。こちらは SPF28 の2プラスです。これ加減がよくわかんなくて多いかもしれないんですけども、これを塗っていきます。スポンジで伸ばしていきます。伸ばしました。そしたら、最近ね、このコンシーラーをね、使うんですけども、やっぱりなんだかんだ言ってコンシーラーに向いているこちらのね、ブラシを使って、だいたいね、明るめのやつを使いますね。で、なんか、最近なんか、目が、腫れてはないけど、ちょっと睡眠不足だったりするとやっぱ目がね、腫れぼったく見えたりするので、こう塗ったり、口の周りとか塗ったりして、ちょっとだけね、隠すようにしてますね。久しぶりにこちら使います。パウダーです。マキアレーベルのね、パウダーです。こんな感じでちょっとね、底が見えてきてるんですけど、私的にやっぱこのブラシで広げるのがね、ちょっと好きです。出ていきまーす。で、コンシーラーとか、まあしてたりするので、まあそんなにね、パウダーを重ねなくてもいいかなとは思ってます。眉毛を描きたいと思います。変わらないので、あれなんですけども、ちょっと眉毛整えて、ここら辺とかね、ちょっと少なくなってるんですけど、その方がね、描きやすいことで最近気づきまして。でもやっぱりね、形は難しいですね。こんな感じで描きました。こちらの、セザンヌアイブローコートで塗っていきます。で、こちらのアイブローコート消えないですね。やっぱり100円とはちょっと違うんですかね。これをしてると眉毛がほんと消えづらくて、まあ、すごい気に入ってこちらを使ってます。これはね、私的にはいいです。すごいおすすめです。こちらのね、パレット。これね、春に、すごく向いてるパレットで、チェリーブロッサムっていう、もののエチュードハウスのパレットなんですけど、9点でこちらも買えるんですが、やっぱりね、値段に変動がやっぱり9点はあるので、いや、私が買った時はね、確か1400円ぐらいだったかな、だと思います。こちらをね、久しぶりに使っていきます。でね、こんな感じでね、中にこういう
シートっていうかね、入ってるんですけど、これがね、桜とか花とかで、韓国語なんでね、読めないんですけども、一応何色っていうのが書かれてるんですが、まあまあこうね、汚れないように引いてはあるんですが、こうピンクとか赤とか、特にこういう色とかがすごい綺麗かなって思いますね。これで春メイクですね。これはもう、はい、今からこれを使っていきます。あるんですけど、やっぱりね、ブラシの方がやりやすいので、こちらのブラシを使っていきます。端っこのものを取ります。まぶた全体に塗っていきます。こんな感じですね。はい、あんまりね、発色っていうのはないし、白に近いような色、ちょっと真っ白ではないんですけど、なのでそんなにわからないんですが、その後にここのこれですねを塗っていきます。こうするとね、ほらちょっと色づくんですよね、桜っぽい。こんな感じでちょっとね、あの薄いピンクみたいな色なんですけど、これだけでもね綺麗なんですけど、まあブラシをね変えてアクセントで出るのもいいかなって思うので、どこまで行っちゃうとあのいつもの赤のメイクっぽいので、一番ここのねをブラシ取りまして、まあ目尻半分ぐらいにちょっとアクセントじゃない、うん、まあアクセントかなで入れていこうと思います。綺麗。まあ、ここのね半分にオーバーでもいいとは思うんですけど、こう入れるとねすごく綺麗なんですよね。うん、こんな感じで、うん、でこれで今回はいきますね。春を楽しめますよね。このパレット一番なんかここのシリーズ好きかなって私思います。あのブラウンのもあるんですよ。あれもいいんですけど、やっぱ春はこちらのねパレットがすごく私は好きです。これですね、パラドゥのものですね。これを引いていきます。もうね、あの引くとき、アイライン引くときはもうすごくあの細めに最近引いてますね。うん、あのあんまり太くしてあのアイシャドウでぼかすこともいいんですけど、最近なんかこう春メイクでこうピンクを強調させたいっていうのが少しあって、なのでちょっとあの細めで描いてます。こちらのエルフのチークとブロンザーがセットになってるものなんですけど、あのチークもすごく発色がいいので好きなんですけども、とね、あのコーラル系のチークなので、今回ねあのピンクなのでちょっとチークをね暗めというか、そんな感じで塗っていきます。で発色がやっぱねいいので、ちょっと塗っただけでもこんな濃くついてる風に見えるんですけども、全然いいですね。前回の、無印良品での購入品で紹介したこちらの粉おしろいではあるんですが、こちらをね、あの、使っていきます。で、ちょっと粉飛びがね、激しいですね。今、このブラシでジャーってやったら。これを、目の下、ちょっとね、粉飛びしますね。うん。ね、鼻のところ、顎。で、ここね、T ゾーン。お、どうですかね。あんまわかんないかな。でもちょっとした輝きがね、出てるとは思うんですけども、うん、どうなんだろう。ありますか？もうちょっと塗ってみる？うん、まあこれは従来、あの、粉おしろいなんで、まあハイライト代わりに使うものではないと思うんですけども、うん。ちょっとわかりづらいかも。もう一個ね、あの、売ってるんですよ、これ以外にも。そっちもちょっと試してみたいですね、いずれは。うん。ブレストパウダー、ハニーベージュでした。うん。どうだろう。このセザンヌをね、あの、マット系のものをね、
買ったので、そちらどっちかを使っていくんですけど、その前にこちらを使います。406番の方がいいかな。ちょっと塗ってみます。発色がね、いいね。どうでしょう。でね、せっかくなので、ちょっとグロスを重ねていきたいかなって思います。レアルパエリーのユイルカレスです。まあ、そんなわかんないですけどね。うん。なんか、メイクが濃い人みたい。はい、今回のメイクはこんな感じです。というわけでこんな感じで仕上がりました。で、最近ね、髪型がね、ちょっとね、迷子なんですよね。おでこをね、出した方がいいと言われて、おでこを出してるんですけど、で、分け目をね、こっちにしてもらってはいるんですけど、なんかでこを全開にしていいのか、それともこう、ちょっと流した感じでいっていいのかね、ちょっと迷子ですね。はい。まあでも、こんな感じで今日は行きます。今回の仕上がりはこんなです。これもね、やっぱ春のピンクメイクみたいになるんですけども、やっぱこの時期に、にはね、すごくいいメイクだと思うので、まあここに私はほら前から言ってますけど、マスカラを使わないので、ここにね、マスカラをね、つけたらもっとね、目力とか、こう目が大きく見えたりとかすると思うんですけど、なかなかね、こう、まつげがね、ちゃんと上にピンと上がってくれないので、いつもしないんですけど、でもね、それでもここまでこういう風にね、な、綺麗な発色の、こう、アイシャドウを使ったので、まあ、それなりに見えるかなとは思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。Twitter、Instagram フォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。